で、もうコロナ関係なく言います、劇場で見てほしいんです。怒られるかもしれないですけど、手と手を取り合って見に来てほしいんです。それくらいみんなで命を懸けて撮った作品です。こんな状況で やりにくい世の中で私たちの仕事はもうできないかもしれないと恐怖が襲ってきて。哲学の純ちゃんです。今小野真知子さんから映画茜色に焼かれるの挨拶をいただきました。コロナの中で国民大衆が大変な苦労と努力をしている。映画はダメだ、閉館だとかデタラメばかり言う小池百合、何なんですか。大阪の磯陣、竹藤、吉村もバカですか。小池百合も本当に許せません。カルタ取りして、そして選挙のパフォーマンスばかりじゃないですか。純ちゃんは小池百合、そして磯陣、竹藤、吉村を許せません。